ステージには監督の千原哲也さん。はい、出演の足立由美さん。はい、こんばんは。南琴奈さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお越し,しください,いしましいいたしま。まあ、もちろん千原さんね、はいはい、アートディレクターでもいらっしゃいますしはい、はい。監督としてのアプローチ、どんな思いだったのか、この背景ぜひ教えてください。 普段はねあのグラフィックデザインの仕事をしてますんで、はい、なんかあの動画とかねほとんどやったことは映画のポスターを普段作ってるような仕事なんで<っ>だからちょっと挑戦というかね映画監督やってみたいっていうところからスタートしたんですけどやっぱりそ普通の映画監督と同じようにねやっても負けちゃいますから <laughs> <laughs> あのデザインっていうものをやっぱりベースにね あのロゴとかもこれ A から Z まで作ったりとかねそういうデザインの面白さを楽しんでもらえるようなそしてちょっと切ないみたいなね、うん、そういうような映画を作れたかなと思います思春期真っ盛りな年頃の娘を持つお母さん役なかなか難しいと思うんですけれども <laughs> どうでしたか演じてみて。 おりますのでなんとなくそのなんだろう普段の感じというかそういうものをもこう取り入れながらというか演じることができましたしあの多分私が演じた人物はすごくどうしようもない部分もきっとあるんだけどでも。 なんかこう憎めない魅力みたいなものをすごく持ってる人だなと思うので、はい、楽しみながら <laughs> 一緒に撮影しました。<laughs> いやーもう高校生の 娘さんがいるんですか？そうなんです。高二の。お疲れ様す。いついこの間までね、こんなちっちゃくて親切にしゃったかと思ってなんですけども、そ,ね、もそれがね、ついこの間じゃないんですよ。ううすあのそうなっちゃうんですよね。そうそう私たちからして見ると、ね。親戚のおじさんとおばさん <laughs>、えー、そ,うそ,うそうそう。う本当に。でも今ね、はい、一瞬ねねなんかそのまあいつものというとあれなんですけれどもね同じぐらいの年頃のね娘さんがプライベートライフにもいるというなんか特にこの瞬間なんかこう。 なんか感じたな。みたいな演技してる中でなんかありま <laughs> そすね。えー、なんかちょっとあの、うん、ちょっとこう。そっけない。返事をされたりとかする場面とかもあったんですけど、はい、やっぱり思春期って、はい、なんか理由もなく、ちょっと不機嫌だなって感じたりすることあるじゃないですか。はい、その時のその距離の取り方とか、うん、そういうスタンス。 がなんか私にも経験あるなみたいな<ー>。<laughs> あちょっとぜひ教えてください。今度僕も十三歳の娘がいてね、思春期なんで大変なんですよ。パパはね大、うん、変ですよねあ。<laughs> あとでちょっと裏で教えてください。はい、私もうめいっこが十三歳です。<laughs> 大変です。私より喋るんです。<laughs> はい、<laughs> ありがとうございます。<laughs> そして南さんは孤独をいだいねあのいいた主人公ミワ役、あのアイスクリームを食べながらね渋谷の街を歩いてるシーンもとってもあの短いんですけれどもとっても印象的で。 今回あのうんと孤独って言ってもこういろんなものがあるんじゃないかなと思っていて、うん、こう美和みたいに大切な誰かを失って感じる孤独もあればこう大切な人がそばにいても私と同じ年代ぐらいで思春期とかで感じる孤独とかもあるんじゃないかなと思ってなんかその作品の中でお母さんが 好きな人にはそばにいるうちにまいっぱい愛情表現をした方がいいっていうセリフがあるんですけど本当にそうだなと思いました最後に千原監督にこの作品にかけた思いそれからね他にも共演された方々のどんな思いだったのかも含めてぜひ教えていただけますでしょうかなんかあのキャッチコピーで人生は優しくつながっているっていうのがあるんですけどなんか映画の中で 関わらない人たたちもくくさんん出てくるんですけど、うん、こっちで起きたことが遠くで影響を受けたりとか多分人生ってそういうことがたくさんあって、うん、この映画もなんか足立さんと知り合った時には映画と作るなんて思ってなかったりとかしてなんかそういうことがこう積み重なってこの今ここにあるっていうかねなんかこれも短編と本編がつながってるとか、うん、なんかいろんな人生をこう 感じてもららえるようなな作品ととして見て見いいたただけたらなと思いますまた、うん、ミュージシャンもいろいろね参加されてますよねアーティストとして出演者としてマカロニ鉛筆のハットリくっていうのが、ね、短編にもチょロッと出てますけど、はい、なんかミュージシャンが初めて演技するとか、うん、もうそれも不思議な縁でつながってった人たちが、はい、あの一緒にやろうみたいな感じになってるんでぜひあの。 水曜日のカンパネラとかもね、はい、出てますしはい楽しんでもらえたらなと思いますはい千原哲也さんダブル哲也で別所哲也 <laughs> J-WAVE にもお越しいただきましたからこの間、えー、もう本当にあカメラ見てくださいカメラフォトセッション中ですから <laughs> だけでかっこいいですよね